皆様、本日は第6回佐賀維新祭りにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。さて、これより維新行列出発式に先立ちましてプロローグパフォーマンスをお楽しみいただきます。まずは佐賀維新祭りの出発式、音の面で皆様応援いただいております葉隠太鼓の皆さんの演奏をお届けいたします。それでは勇壮な和太鼓の演奏、どうぞお楽しみください。出発式、音の面で様々にサポートしていただきます。ぜひお楽しみに。はっ、佐賀維新踊り。欧米列強の脅威が迫りつつ、幕末の素人に存在感を増した西の夕飯、薩摩
長州、土佐、そしてここ肥前の国佐賀、幕末維新国内最先端の科学技術を有し、明治維新の鍵を握っていた肥前の国佐賀、先人たちの熱き志が今踊りでよみがえる。そして今佐賀は未来を見ている。いけ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 、さあいよいよさあ、いよいよいよさあ、ほっ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 、150年以上の前、ここ佐賀をはじめ日本中の先人たちが新しい国づくりに向け尽力してまいりました。私どもは踊りを通じてその先人たちの志を祈り、そして未来の子供たちにもつないで佐賀維新の踊り、そして佐賀維新祭はそういう祭りでございます。よいしょ、ほっほっほっ、ここだし皆さんのお客様に心を込めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ皆さん今一度大きな拍手をお願いいたします。皆さんおはようございます。お我が輩が大隈重信でございます。本日はよろしくお願いいたします。いやわしが島吉武じゃいやしかしすごい賑わいじゃの。そうですな。おおまるで維新祭りの会場みたいな賑わいじゃのいやあ、みんな知っておるか、ここ佐賀はな、恵比寿様の数が日本一なんじゃよ。あら、こがんところにうわあ美人の恵比寿さんが、あらお参りしたもんすいません。時は1864年2月も終わりかけの頃、幕末の動乱で京都や江戸は大混乱しておったが、そんなことはどこ吹く風、ここ佐賀城下では町からの恵比寿様がほっこり微笑んでいる、そんな春の日の頃じゃった。幕末維新佐賀の八賢治をもてなしたによります歴史寸劇、聞き耳恵比寿、始まり始まり。で
佐山先生はどこに行きましたんですか。わしはな、長崎の高柳島から、鍋島の殿のもとへ向かう途中なんじゃ。はい、実はな、長崎高柳島警備隊隊長もいいんじゃが、イギリスもフランスも何も攻めてこんとよ、もう。つけんな、こう、殿にな、この島吉武にもっともっと過酷な任務を与えてくだされ。わしをもっと戦の最前線へと送ってくださるとお願いしに行こうと思ってるところなんじゃ。島先生、実は火の手が上がりそうなところが一箇所だけあるんです。どうや、それは一体どこなんじゃ。それは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 あてってれーん、鬼滅の刃の刀鍛冶。違う。皆さん大変お待たせいたしました。佐賀が生んだ秀才、奥義の殿様、千葉市の流れを汲んだ血筋の良さと、春家が育んだ溢れる姿勢、そして正直の教えを貫く潔さ。そう、私こそが本日の主役、新平でございます。金神主要のマコカのとこ出てきたら今度こそ捕まってしまって、お前処刑にされるぞ。お前帰れ帰れ。江戸っちも奪われたってよか。大熊君、志摩先生、お主たちに命ばかけて言わねばならんことが一つだけある。何か。はい、言え。それは、腹減った。はお前は陣地は空腹よりいずるて偉そうに言いよったやっか。そうじゃ。それに今お前、脱藩の罪で大野丸の金福寺で謹慎処分を受け取ったやなかとか。はい。え、なし出てきたとや。あ、実は私は謹慎中の身でありながら遠く長州にまで入っておりました。長州まで。はい、長州では薩摩とあいつが手を結び、こっそり昨年秋に長州を京の都から追い出したのはご存知ですか。まさか天敵同士が手を結ぶとはな。して長州の立場は。ああ、実は今長州では武士はもちろんのこと、百姓まで武器を手に取って戦おうとしております。高杉晋作という男が長州の危機を声高に叫び、東の国境線には幕府に対する守備隊、そして西の下関には砲台をずらりと並べて攻めてくる外国船にズドンズドンと大砲を浴びせようと。まさに長州は爆発寸前、発狂寸前。火の手が上がりそうなところ、そこは長州じゃな、大熊よ。はい、島先生、わしら今何をなすべきでしょうか。今幕府が長州に攻め込めば誰が喜ぶ。イギリス、アメリカ、フランスによらんだ日本はガタガタじゃ。そうじゃ、そけんそばにならんこと、幕府の長州攻めばやめさせる、どうしば募らんば。はい、副島忠臣は。わしが。大木高遠は。あ、では私が。よし、集合場所は楠木神社、遅れるなよ。はい、はい、戦って戦いのない世界を作りましょう。そしてゆくゆくは民が安心して暮らせる世の中を。うん、ところで江藤、お前脱藩して命ばかけて作りたか世の中というとはどがん世の中か。ああ、それは平等な世の中です。平等な世の中。はい、そしてその平等な世の中に必要ことが何よりも法律です。法律。はい、それも天下の法、全ての人間に共通する法律です。殿様も百姓も金持ちも貧乏人も男も女もみんな一緒。悪か言葉したら裁かれる。善人は安心して暮らしていける。法の下の平等こそが老いの目指すところです。終わってその法律は誰が作るじゃ。徳川の世は終わったらその座に座るもんが、次に自分たちの余暇ごと法律は作るじゃなかでや。そいけ、そがんならんごと、まずは国ば一つにせんといか。国ば一つに。うん、まずは国を一つにまとめ上げる。そしてどこの藩の意見が強い弱いではなく、国全体の各地の選ばれた人間の合議によって法を決める。そうすればきっと天下の法律はできるはずじゃ。いやー、バッテンがぞ。代価が悪さばした時にわざわざ江戸にまで行って裁きば受けんばいかんとや。そしたらお前、田舎に住んだもんや地方に住んだもんは振りかやっか、貧乏人は特に。うん、そしたら
地方裁判所ば作ったらどげんですか。地方裁判所は、はい、その出来上がった天下の方に照らし合わせて裁く地方の裁判所を作る。おう、そうすれば貧乏人でもわざわざ江戸に行かんでもその土地の自分のところで裁判、公正な裁判を受けることができるというわけです。これでどげんですか。なるほど。おう、さすがは江藤ば、あ、よう考えと、おう、おう、なるほどな、あ、よかぞよかぞ、おう、よし、では江藤、行こうか。はい、うん、あー、すみません先生、江藤さん、なんや、今日のわしらの3人の誓いを、うん、この恵比寿様に聞いていただきましょう。おう、あら、うん、この佐賀のお城下の民のように日本全国の民が、あー、よかぴんじゃと思えるようにお願いしていきましょう。うん、そうだな。はい、それじゃあまずは民のことを誰よりも思うこの江藤新平から、ムカつくと言いたいところじゃが、今日はわしが主役じゃからな、最後にしてもらおうかな。いいのか。おう、あ、よろしく頼んだぞお地蔵さん。エビス、大隈重信、この時27歳若い頃から商売好きだった大隈は長崎と佐賀を行き来する間の町のにぎわいをいつもまぶしそうに眺めておった。やがてその瞳は世界を捉え未来をも捉えた。早稲田大学を作り2度内閣総理大臣に就任する。島吉武先生は蝦夷地開拓藩願に命ぜられたと、なんと1日70キロも歩きに歩いてついに札幌の地を開拓した。晩年故郷の佐賀を守るために政府軍との戦いに身を投じ、一本木のその情熱あふれる生涯は52年で幕を閉じた。この男、江藤新平、この時31歳、新政府の初代司法卿を務める。近代的な裁判制度を導入するの常に国民のためを思い、多くの仕事を成し遂げた人生は40年で幕を閉じた。しばしの教え、正直を貫いた男の早すぎる死であった。わしらの願いはこの日本中が人々の笑い、楽しむ声であふれることじゃった。法の下では何人たりとも不当な差別を受けることなく安心して暮らせる世の中を作ることだった。今の世の中はどうかの。みんなも足角の恵比寿さんを見かけたら、わしらが確かに150年前この地におったことを思い出してくだされ。わしらは遠い空の上からみんなのことを見守っておるぞ。それじゃあみんな、また会おう。さらばじゃ。爆破推進佐賀の八賢治山寺さんによります歴史寸劇聞き耳恵比寿維新祭りバージョン、本日は最後までご覧いただき誠にありがとうございました。幕末維新佐賀八賢人おもてなし隊の皆様によります維新寸劇聞き耳恵比寿お送りいたしました。